え、映ってますか？松尾です。どうも。最近ね、今は2012年の4月になりました。年度が明けまして、まあ、おめでたいというかね、なんていうか、相変わらずね、前歯の仮歯がね、仮歯型の差し歯ですね。これがね、なかなか、歯医者に行けないもんですから。明日か明後日行こうと思ってるんですけども。今日はね、私にとっては非常に重い、文芸ですね、小説家の宮本照さんについてお話ししようかと思ってます、今は札幌市の手稲山の1号目ヒグマの出る山小屋の中にいます。最近ここがね俺の居場所ですよ。まあ宮本照さんという方も相当ね、まあ、ご高齢といえばご高齢ですね。まあ、まだ若いんですけども。確かまだ60代ですよ。で、デビューがね、20代。最初、泥の川という作品でデビューいたしました。この方、非常に描写型の作家ですね。描写のうまさという点では、おそらく日本一でしょうね。未だにそうです。戦後、当代随一、っていうふうに、編集者、作家の間では、まあ、言われています。で、とにかくうまいです。で、なおかつ魂が入ってますね。泥の川という作品で、まあ、デビューしまして、幼い頃の貧しい体験をね、生かして、泥の川でデビューいたしまして、次、蛍川という作品でね、やっぱりこれも中学校の頃の、貧しい体験、いろいろ青春時代の思い出、哲学的な深い意味合いもありましたね。これで芥川賞を受賞して、ようやく食べていける。かと思いきや、泥の川と、蛍川の版元が倒産いたしまして、なおかつ結核になりました。そして、数年どうやって食べてきたのか、未だになるのですね。宮本照さんという方は、いわゆる、まあ、分類的には、蘇生の文学、蘇生の文芸、なおかつエンターテイナーである。ストーリーテラーである。で、非常に生きる力を与えてくれる作家です。俺も確か32歳の頃ですね。借金で首が回んなくなって、車もなくなってね。まあ、自営業やってましたけども、まあ、ライフワークでもあった、アドバルーンの監視員という仕事をやりながらね、スーパーの屋上で、宮本照さんの道頓堀川という作品を繰り返し読んでました。ある時ね、言葉が弾けました。この人はすごいと。最初ね、正直言って偏見あったんですよ。宮本照さんという人は、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけども、ある宗教団体の、信者で。日本で一番大きな宗教団体の信者ですよ。で、まあ、そういった部分で偏見もあったんですけども、少なくともね、これだけ世間で評価された作家をそんなちんけなことで差別する私ではないですよ。当時もそういう視点はありましたから。いいものはいいです。やっぱりね。で、何回か繰り返し。そうですね、5回か6回、その道頓堀川って作品を読んでるうちにですね、言葉が弾けたんですね。活字が弾けてみました。で、自分が持っていた、そういう、なんていうのかな、唯物論的な価値観というか、そういったものがね、それをまた弾けていきましたね。宮本照さんですね。で、ある日、照さんの道頓堀川、これなんでね、読もうかと思ったかというと、自分、文章をね、上手くなりたかった。で、これ以上上手い文章の作家って見たことなかったですよ。正直言って。描写型っていう部分で言えばね、自分、俺、19世紀フランスのモーパッサンであるとか、
まあ、短編型という意味で言えば、描写型で言えばね、うん、チェーホフさんですとか、アメリカで言えば、まあ、スタインベックさん。描写うまいですね。そういった意味で、まあ、写生的な描写ですね。うん。で、これがね、テルさんはもっとうまかった。もっとうまいです。写生どころか立体的に描き出してしまうんですよ。ホログラムのように。今まさにここにあるようにですね。描き出してしまうんですよ。宮本テルさんは。そのうまさたりや絶品です。で、なおかつね、それ以上に、これね、夢見通りの人々っていう作品を読んでるときに感じたんですけども、この人は、書くことに命をかけてる。これ実感しましたね。で、まさにね、その自分が道頓堀川って作品、繰り返しビルの、スーパーの屋上でアドバルーンの見張りやりながらね、もう借金で首回んなくなって、他のいろんな面でもいろいろありましたよ。精神的にも行き詰まって、32歳。この時にね、道頓堀川って作品読んでいて、エネルギーを得たんですね。テルスさんの文芸っていうのは、小説っていうのはですね、人にエネルギーなり何なりを与えて、蘇る、生きる力を与える、光の文学ですね。で、光やるうちに、光の中を歩めと言ったのはトルストイですけども、ただ、エネルギーを与えるとかそういう低次元の問題でもないんですよ。今持ってる自分の中の悪いものもひっくるめて、ひっくり返しちゃうんですよ。ひっくり返しちゃって、いい働きに持っていく、そういうね、一種の、なんていうのかな、瞑想的な、人を瞑想的な状態に導く何かがあるんですね。うん。テルさん、素晴らしいですよ。うん。で、やっぱりね、テルさん読んだことない、宮本テルさん読んだことない方、最初にお勧めしますのはね、まあ、万人受けしますのは、やっぱり流春です。流春。で、流春の中に出てくる最終的にダービーを取るオラシオンっていう馬がいますけども、オラシオンっていうのはね、スペイン語で祈りって意味ですね。うん。で、俺ね、気がついたんです。オラシオンっていうのはね、とにかくどういう馬かっていうと、才能はまあ中の上というか、まあ凡庸な、競馬馬としては凡庸な馬なんですよ。それがね、いざ競り合った時に目ん玉ひんむいて、血管浮き上がらせて、口ももうぐちゃぐちゃに開けて、歯食いしばってですね、負けるものかと、うん、来る、発狂するんですよ。それがオラシオンです。オラシオンという馬の特質です。それがまたね、テルさんだったんですよ。オラシオンイコール宮本テルという作家、自己投影、馬に自己投影したんですね。そこに気がついたときにね、宮本テルさんの人生の背景、俺分かってましたからね。うん、まあ、テルさんについてはまた多くをね、宮本テルさんについては話していきたいと思ってますけども、ドロドロです。過去はドロドロ。貧しい中で、もう泥に咲いた花のような人ですよ。で、それがね、自分もまた、おそらくはね、オラシオンの姿を通して見た、宮本テルさんって人はおそらく凡庸な人だったんでしょう。で、テルさんが描いてるですね、やっぱり偉大なところっていうのは、普通の凡庸な人間でも、ダービー取れるってことなんですよ。ダービー。馬で言えばダービーですね。その鉄義というものを描いてますね。見事に描いてます。描き切ってますね。それがすごい。で、こういった悪を描く文学、あるいは、人間を良い方向に持っていくとか、そういった文芸っていうのは、これはすでに過去に幾多ありますね。もちろんです。ところが、人間の陰血な部分も、いい部分もひっくるめて、こう、ひっくり返して転換して、毒を返じて薬となす。そういった効果をね、読者にもたらしてくれるのがテルさんで、これは史上初でしょう、おそらく。他に読んだことないんで。宮本テルさんね。うん。そういった意味では、ドストエフスキーであろうと、ツルゲーネフであろうと、ロジンであろうとですね、夏目漱石であろうと、トルストイであろうと、そういった文芸的な意味合いではもう、テルさんには叶いませんよ。
ただ、日本の文なんてのはね、どうしてもまだ、なんていうか、そういう学歴主義的なところがありますんで、テレさんはどうもね、そういった意味で、まだ、実際問題、あれでしょうね。まあ、あまり、旧帝大ですとかね、そういったところは出てませんから、そういった部分では差別されてんのかなとかとも思いますけども、圧倒的な、出力、作品の力によってそれをカバーしてますね。日本一です。世界一でしょうね。今、まだ生きてます。60代で。ただ最近ね、若い頃燃え尽きたのか、ちょっと元気ないなって感じはしますけども。初期から中期にかけての作品、いいですよ。で、やっぱりね、人を蘇らせる力って意味ではね、まず、あとね、なんていうのかな。優秀。これによってね、凡人がどう、ダービーを取れるような馬に変わっていくか、描かれてますね。で、なおかつ、勝負ってもの、人生は結局は勝負ですよ。風が吹いてね、木の枝が風に折れないのも結局は風と枝の戦いですから。残念ながら、世界は勝負に満ちてますよ。で、勝負ってものをどう捉えるか。これがね、てるさん実際学生時代、テニスやってました。ボッテモン学院大学っていうところで、テニス部でしたね。そこで、テニスをやりながら、いろいろ研鑽したようですけども、貧しい中で。その体験に生かして書いたのが、青が散る。青が散るっていう作品です。で、この中でね、いい言葉があります。二流の情は一流の下に勝てる。二流の情は一流の下に勝てる。つまりですね、人間、なかなかね、一流にはなれないんですよ、実際問題。一流ってのは生まれつきのもの、才能もあるしね。なかなか無理です、実際問題。で、一流を目指してしまって、また挫折したら悲しいものがありますね。だけどね、二流の情だったら、なんとか目指しても、精神的な負担も少ないし、楽なんですね。ですから、てるさん、青が散る中で、登場人物の言葉は、使って言ってますよ。二流の上は一流の下に勝つことがあると。勝てるんだと。だからお前ら二流のですね、上を目指せばいいんだよと。そしたら一流の上になれるから。一流の上に勝てるからと。で、一流に勝った時はまたその人が一流になるわけですよ。一流ってのはそういうふうに、我々凡人が一流になる唯一の道筋かもしれないですね。そういった意味ではね、気持ちを楽に持てる勝負、王道と波動、こういったものの違いもね、青が散るで描かれてます。また人間どうやったらね、病気が治るんだろうとか、正しい生き様とは何だ。テルさん本当に真剣に考えて、今はもう温帯という感じですけどね。これからもね、宮本テルさんについては大いに話していきたいと思います。で、哲学とも非常に縁の深い作家です。こういう作家がまだ今生きてる。で、若い頃ほどね、出力は、落ちてるというつもりもないんですけども、作品的には正直言って面白くないですけども、今現在生きていらっしゃって、鉛筆を振るってる。非常に嬉しい。ぜひ読んでいただきたいです。今日は宮本照さんについて、話しました。そうですね。真宗であるとかね。幻の光ですとか。川三部作といえばやっぱり道頓堀川、泥の川、蛍川、この三本です。川三部作、おすすめですよ。商売に悩んでる方は、最初のね、起業家スピリットってものを、起業家スピリット、商売のスピリット、魂ですね。これを学びたい方は、禁酒。おすすめです。見守ってるさん、いつまでも、お元気で、鉛筆を振るってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で、またよろしく。